はい、皆さんこんばんは、百円ゲーマーです。ということで今日も素晴らしいかおりさんと一緒に最後のミッションをやっていきたいと思います。どこ行った？あれ、いないし、下か。ねえ、どこ行ったの？なんでわかんないの？ここにいる。どこ？ここだよ、ここ。あ、あ、ちょ、ほんとだ。敵来てるよ、後ろから。え、マジで？あ、ほんとだ、やばい。ほら、あれ、当たんない。えいー、百円さん、華麗にスルーしてったし、全然黒すぎて見えなかったよ。僕たちダブルジョンシードです、ね、あ、はい、ジョンシードだっけ。ジョセフシード、うん、飛んでく？ええよ。最後だから、あれ、ファストトラベル使わないね、一回ね。最後だからファストトラベルなし。うん、 OK、 わかった。ファストトラベル、ずるいじゃん。お、すげえ。俺のが先まで行くぜ。うわぁ、無理だ。車をゲットしたいね、どこかで。え？歩いてこいよ、せっかくだから。大自然を噛みしめていきましょうよ。ダメ？いいよ。あ、敵がいる、そこ。あ、死んだ。あれ、新たなロケーション。うん。あれ？うわぁ、なんか犬がいる。敵がいるな。立つわー、こいつ。うん。もしかさ、あの、連れてけないんだっけ？誰？ペンさん、なんか2匹連れてけないんだっけ、まだ。ね、スキルあったけど、ロー、なんだっけ、オンラインはダメみたいよ。あ、そうなんだ。あ、うん、なるほど、私がいるからか。そう。まあ、そりゃそうだよ。だからそのスキルはあえてあげなかった。そういうことね。だからしょうがないからピーチーズの復活を早くしたんだけど、うん、ピーチーズ連れてきてないから。でもピーチーズ連れてないじゃん。だから全然ダメだよ。何チーズバーガーにしなかったの？チーズバーガーのやつは高すぎてできなかった。お金がなかったんだ。まあパークで。鼻やばいな。花粉症か。てか、湖を渡っていかなきゃいけなくなってしまいましたよ。ボート、ボート。ボートあるかな。あるよ。なんかそういえば、ファークライフォーって水の中に襲ってくるなんかいないですよね。あ、いないね、そういえばね。今までさ、なんか3とか4とかってさ、必ず水入ったらなんかピラニアみたいなやつが噛みついてきたりとかさ、うん、サメがいますとかさ。そうでもいたっけ、そんな。 あそこにボートみたいなのがいる。ホエア、ホエア、ここ、あいつか。いや、当たんない。お、死んだ死んだ。すーげえ。 よく当てたね。うん、変態射撃ってやつですよ。すごいな。結局ここまで動かなきゃいけない。まあそうだね。めんどくせえ。しょうがない。めんどくさい。あー、負ける。よっしゃー。なんかあの、アウェイアウトで銃を取り合った時のこと思い出すの。私が必ず先に着くんだよ。懐かしいね。かおりさんと楽しかったな、あの頃は。え、行ってください。今は楽しいよ。やばい、沈んでる。え、あー、なんで沈んでる。え、なんで。大丈夫大丈夫、戻ってきた。落ち着け。せっかくのスープが。どうしよう、俺かおりさんと本当も本物のジョセフシード分かんなくなるかも、これ。並ばれたら分かるか。分かる分かる。じゃあ行くぞ。よし、
大丈夫か。弾ね。カエさん武器何？ショットガン？いや、スナイパーとショットガンと LMG です。どんな戦いなんのかな。これちょっと探る？先になんか弾ないか。大丈夫？いいっすか。ここさ、最初に来たとこだよ。ここから車って。そうだね。そうだ、始まった。ヘリが墜落したとこでしょ。子羊が第五の封印を。びっくりしたろうね。俺が二人いるっつってさ。私は祭壇の下に殉教者の魂。あれ、カオリさん消えた。神あれ、カオリさん死んだ者たち。やばい、消えてしまった。君は家族を殉教させた。同じ目に合わせることもできない。仲間か。あ、みんな捕まってるし。だが神は見ておられる。この選択に基づき我々は裁かれる。めちゃくちゃいいやつだったらどうしようかな。我々のこの世界はもうすぐ終わると言ったはずだ。全ての刑事が、全ての不正が、全ての選択が罪を明らかにする。その罪が我々を今ここに導いた。君の仲間は拷問された。君のせいだ。多くの人が死んだ。君のせいだ。この世界を止められないのも君のせいだ。満足したか。どうだ。いつになったら銃で解決できないこともあると理解する。君には最初に立ち去る選択を与えた。だがとどまった。最後にもう一度だけチャンスをやろう。神に免じて銃を下ろせ。仲間を連れて去るのだ。これえ、どうする。どうする。カエさん戻ってきてたし。え、戻ってきてたってどういうこと。さっき俺ずっと喋ってたのにカエさん何も反応してなかったんだよ。なんか百恵さんの声全然聞こえなかったよ。マジで。そもそもここに来たのが間違いだったんじゃ。百恵さん家の Wi-Fi おかしいんじゃない。かもしれない。どうしよっか。忘れるな。てか立ち去れるわけないと思うんだけどな。ねえ、神が見ている。だってこの人一人なんだからさ、殺しちゃった方がいいし。これ出てる。出てる。これ戦うでしょ。立ち去ろうよ。立ち去る？平和的解決？でも立ち去るってやっても絶対戦うことになると思うけどね。まあね。じゃあちょっと立ち去る選んでみる。やってみる。はい、うん。裁くな。そうすれば裁かれない。責めるな。そうすれば責められない。うわ、今の俺に必要な言葉だこれ。許せ。素晴らしい。そうすれば許される。百円さんまでジョセフシーズン宗教に洗脳されてる。洗脳されてしまっている。仲間と許せ。やばいわ。さあ、私は騙されない。キャリさん騙されない。あ、マジで。ルーキー行くぞ。は？起きてんの？ねえ、待って。トラックに乗れ。私は行かない。ハドソン、トラックに乗れ。今のどうかしてる。トラックに乗るんだ。時には手を出さない方がいいこともある。
まあ順番的にはこっちのエンディング先見といた方がいいもんね。このまま車を前に発進させればさ、全員本当だマジだ。いやー、まあ、でも終わり？終わりかな。終わり？そんなことある？びっくりするけどね、終わったら。うん、いやそれはさすがにないんじゃない。最後なんかフィーンとか言ってさ、トラック来てああみんな殺される、はい、みんなの間違ってるあいつらをこのままほっとくなんて。放っておきはしない。水浦に向かう。周平と落ち合い、あのろくでもない場所に鉄槌を下してやる。ああ嘘だろ、見逃すんじゃないのか。俺はやらない。言われた通りにするんだ、プラット。あ、この曲は、え、ちょっと待って、なんかあ、自分でみんな殺すんじゃない。あー、そういうエンディングか。オンリーユーに支配されてたのか。そういうことでしょう。あーこなるほどね。このスクロール上に行ったり下に行ったりできる。これもうスキップしようとしてんだけど。すっげえいろんな人携わってんだね。なんかあるのかな。最後死んだとこ見せてくれんじゃない。うわー、ちょっとでもあれだね、やばいね、最悪の終わり方だったな。スキップしたんだけど終わったマジか。あ、待って、終わってない。ロードどうなんの。あれ、かおりさん、ん、はい、これ終わっちゃったよ。終わっちゃった。え、殺すエンドもう一回やりたい。だよ、まあそうだよね。うん、そういうことか。そういうことね。自分が仲間を殺しちゃうんだな、きっと最後。でもさ、たまたまあのラジオつけなかったら別にあれだよね。ラジオつけないってことできるのかな。あ、まあそれ無理だと思うけど、ファーザーだってさ、あのラジオを聞くとは思ってないじゃん、あいつらがさ。飛びなんだけど。え、マジで。ちょっと待って、 Wi-Fi 再起動して。ちょっと待って、ちょっと待って、今直します。聞こえますか。聞こえる？カエルさん。はーい。あ、どう？時々？いや、今大丈夫。オッケー。なったかな？よし。なんで直しながら海に泳いでるの？逆方向だと思ったんだよ。よし。今度は戦おうぜ。今度は戦おう。
どうなんだろう。でもコヒツジが第五の封印を解き、私は祭壇の下に戦うのかな。やっぱり戦うんじゃないの。神の御言葉のために、でもなんかちょっと人数的に不利だよね。まあそうだね。みんな協力してくれんのかな。殉教させた。あ、他の保安官。同じ目に合わせることもできない。って後ろから襲われてたじゃん、みんなさ。これ。そう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 。ハドソンも。だが神は。これなんだっけ、左の人の名前なんだっけ。左のおじさん。おじさん。わかんない。なんだっけ。ジョンソン。我々のジョンソンだったっけ。右はパーカーだっけ、なんだっけ。ああ、パーカーだったかも。すべての不正が。さっき名前言ってたからハドソンはかろうじて覚えてるけど。全く覚えてないわ。全く覚えてないね。私たちのこと。助けに来たはずなのに。確かに。今ここにね、今回。なんだったら後ろに立ってる人たちのこともわかんないんだけど。君の仲間が拷問されて。あいつらってなんか名前。あるよ。あ、あるか。あるよ。左から2番目のフードのおばさんはなんか見た覚えあるけどね。あのさ、黒人のおじさんも見たことあるでしょ。私が髪の毛燃やしてたやつ。あ、牧師の人。うん。あー、そういうことか。どうだ。いつになったら銃で解決できないこともあると理解する。でもファーザー一人だもんね。これもともとうちらの仲間じゃん。だってそう、でも洗脳されてるって。まあね。だがとどまった。最後にもう一度だけチャンスをやろう。神に免じて銃を下ろせ。仲間を連れて去るのだ。今構うな。それで終わる。それで終わる。あんたはイカれてる。そうか。そもそもここに来たのが間違いだったんじゃ。お前次第だ、ルーキー。忘れるな。よし、行こう。なんかジョセフってさ、こんなにおでこ広かったっけ。前からだよ。だから怖いんだよ、女の人は。それをハゲ、ハゲをこう探す。ほっときなさいよ。なんかちょっと、生え際上がった。てのストレス、ストレスかな。ストレス。ての選択が罪を。アオリさんが拠点いっぱい取るから。こいつのリオンは間違っていた。ストレスで。君の罪は憤怒じゃない。君は自尊心を満たすためなら世界すら犠牲にする。子羊が第六の封印を解いた時、大地震が起こった。何々、なんか天気欲しいとこ。お、すごい。え、あー、こういうことか。輪郭の中で戦わなきゃいけない。ほら、なんかやってる、なんかしてる。カオリさんがジョンシーだられた。お、あれ倒したよ、ジョンシード。これあれ、俺カオリさん撃って。え、蘇生ってどういうこと。あ、またこいつ分かんないんで、俺もさ、誰撃ったらいいの。やばい、分かんない、分かんない。ちょっと分かんなくなってきた。いた。ちょっとやばいなこれ。カオリさん、この服やめときゃよかった。やっぱ失敗した。
あ、でもこいつら助けてくれるのか。どこに？おーおーおー、でもめっちゃ風に来た。わ、眩しい。暗い暗い。え、暗いんだけど。え、何これ？眩しい。ナイスナイス。うわ、いった。ホーリー。あ、どんどん増えてく。目が覚めた。仲間をどんどん蘇生させて、はあ、ややこしい、うん、助けていかなきゃいけないのか。オッケー、よし。めっちゃ仲間増えたんだけど。いいね。もう人が多くて、なんかわかんないよね。いたいた、石の中見失う。これマジ勘弁する。弾があと3発しかないな。リロードとかないのこれ。カモン。 うわ、またいっぱい出てきた。痛い。なめんなよ、俺ロケラン持ってきてんだぜ。あ、なんかカオリさんめちゃくちゃやられてない？こいつらをどんどん蘇生していけばいいのか。うん、しょ、お前ら援護頼む。あと何人かできるよ。やばい、でも蘇生しないと死んじゃう。この人たち引け、みんな来た。弾が欲しいな。あれ？え、これで終わり？うそー！父をお許しを。彼らは無知なのです。え、これで終わり？小ひすりが第7の封印。カオリさん。消えた。あれ、メガネどこ行った？天に静寂が訪れた。7人の見つかりに7つのラッパが与えられた。すると騒音と雷鳴と稲妻と地震が訪れた。ジョセフ・シード、お前を逮捕する。聖女から偉大な声が7人の見つかりに言った。行きなさい。鉢を傾けて神の怒りを地に注ぎなさい。おお、すごいコントローラーだ。あれ、あ、これ終わりじゃないの？あ、何あれ、爆発した。何何何、これで終わりだ。でもあの形ってさ、核爆弾みたいなやつだよね。多いね、雲が。もうダメだ。 うわー、よかった、これで終わりじゃない。それでもまだジョン・シード連れてくんだね。もういいじゃん、連れてかないで。ゲゲゲゲイ。あれ、カオリさん。また聞こえない。あ、何？なんか声聞こえない？また。カオリさん、あれ聞こえないね、俺の声が。これオンラインでやってんのに。あー、バカ野郎、てめえ何やってんねん、バカ。あー、死んだ。え、死んだんですけど。なんで？なんか爆発した。
百軒さんの後ろを走った車が爆発して、あもう最悪何あの車、アホかあいつ、アホかあいつ、どこ走ってんだよ。ヤトカレさんの声聞こえるようになったわ。あそう、うん、私も今百軒さんの声聞こえるよ。さっき何だったの、なんかさっきまで途切れ途切れだったけどマジで百軒クオリティかな。せっかくオンラインでやってんのに聞こえないなんて残念です。でもなんか急に治ったけど。俺かな、かおりさんじゃない、私の方。あーそんな気がするよ。マジで本当かよ。おいおい、一体何なんだ。しかも俺が運転しなきゃいけないのか。え、ちゅうか私も運転してるんだよ、後ろ。え、あ、そういうこと。うん、私たちは死ぬ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 。うるさいな、私たちは死ぬってやべやべやべ、私なんて一人で運転してんだから。わあ、眩しい。あ、仲間いないの、一緒に。いないよ、私一人だよマジ。しかもさ、めっちゃ速いけど出店されてしまうマジ努力でまた引き離されてる。マジか、あ、やばいやばい。そう、これが性能の差。あははは。気をつけろ、迂回しろ、そのまま進め。俺たちは国を明かした、その結果を見ろ。あ、そっか、ジョセフシードが乗ってんのか、車に。うるせえ。え、ずっと喋ってる、喋ってる僕たちは罪受けしてんですよとか言って、なんかずっと言ってるうわめっちゃ爆破させてんじゃん、すごいね。これどうやってさ、こんなこと。やばい、パートナーから離れすぎてるって言ってる。全力なんだけど死んだ。え、これさ、かおりさんが離れすぎるともしかしてダメなパターンじゃないの私頑張ってるんだよ爆破しましたよ全速力でも間に合わないの、ずっとだってベタ踏みだもん。ここ長くなりそうだな今日長くなりそうっすねこれ。待って、私がじゃあさ、ちょっと先行く。いいよ、先に行ってさ、待って先行くね。どこにいるか知らんが、さすがに戻れ、早くしろ。それで来てんの。これで来てるんだよ、これ遅いんだよ。車じゃないのか。そう、私たちは死ぬ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 。絶対あと2回はかおりさん死にそうだけど私が死んでんじゃないよ。遅いんだよな。私にもガンダムくれ。眩しい。これ最初からやり直しなのがきついね。そうだね、チェックポイントとかないいや、ごめんやだやだ、どうした。ちょっとぶつかったでしょ今マジで、ごめんごめん。百円さんが汽車に来るたびに爆発が起きる。疫病神だ眩しい。離れすぎたらちょっと俺待つわ。うん、離れすぎたら待つ。わー、アニマルが燃えてる、やべ。ほんとだ、画面が真っ赤で暗い。あ、来たよ来たよ。お、終わったよ。やった、よかった。もう一試合ぐらいなんかちょっと敵と戦いたいけどね。あ、もうダメだ、もうダメだ、気をつけて、逃げろ。おお、バンカーに行けないのかな、もしかして。あれれれれ、何生きてる。うん、
なんとか。うわ。誰かに抱きかかえられてるファーザーだよ、多分ね。ファーザーだ。意外と力あるんだね。二人抱きかかえてんでしょ。え、そう。あ、そういうことね。めっちゃ力あるね。意味が分かんなかった、そういうこと。緊急放送です。すぐに避難してください。このさ、戦おうやつが意外と長いね。終わりまで。確かにね。いやでもこれぐらいでいいよ。うん。ファーザーなんかおしっこしてる。あ、あ、どういうことかわかるか。どういうこと。わかんないんだけど。政治家たちは沈黙したということ。ああ、来ないってことか。うん。企業は消滅したという。神の正義の炎によって世界が清められたということ。エデンズゲート以外の場所が全部爆発でなくなったってこと。違うでしょ。エデンズゲートはダメだったけど、うん、誰も来ないよってこと。どこ爆発したの。私が正しかった。政府は来ないんだよ。政府は崩壊が訪れた。我々の知る世界はもうない。ずっと待っていた。あ、それともアメリカ全部がおかしくなったってこと。神が私の耳元に囁いた予言が成就する日を。消滅。マジで。うん。この時のために家族に備えさせた。みんな爆発したんじゃない。君が彼らを奪った。ほら、君を殺すべきなのだろう。だがもう君だけが。うわー、やだ。いや、やだ。私の家族だ。バイオハザードみたい。気持ち悪い。世界が生まれ変わったとき、我々は光へと踏み出す。私は君の父。ほほほ。君は私の。やだ。怖いです。怖いね。顔近いし。エデンズゲートへと歩む。怖い、やばい。やばいやばいやばい。レイプされんのかな。やだやだやだ。だってこれ男でしょ、私たちのキャラ。え、なに？これ画面ちょっと動かせるんだけど。ね、パンツ、あ、パンツ脱いでない。びっくりした。無理だ。これで終わり？準備万端じゃん。え？終わり？やだこんな終わり方。ま、嘘。どっちも気持ち悪いね。じゃあ、外にいた仲間みんな死んだってことだ。そうじゃない？みんな死んで、私と。ファーザーだけ。カオリさん女だからファーザーを受け入れればいいけど、俺男だからね。私のキャラ男だよ。でも内面女だからいいじゃん。やだよ。百円さんもねえ、なんとかなるでしょ。なんとかならないよ。どういう無理だよ。すごかったね。じゃあたまたまあれか、核爆弾がなんか落ちてきて、うん、アメリカに。そうそうそう、たまたま落ちてきたの。ファーザーの力じゃないの。神様のみたいなことなんじゃないの。そういうこと。用意周到にさ、どっか仕掛けてたんじゃない。核爆弾なんて無事に手に入れられたの。無理だよ、無理だよ。北朝鮮だってなかなか手に入らなかったのに。無理でしょ。いや、あ、なんもない。
終わりましたね。そりゃエンディングみんなブーブー言うわな。いや、カオリさんも終わりましてどうします？あれ、カオリさん、はい、終わりましたよ。終わったね。なんか音声が途切れ途切れって、なんかもう最後なんで途切れ途切れなんの？今普通に聞こえてんの？今聞こえてる。なんかたまにね、一定時間聞こえなくなる時がちょっと様子見ます。まあじゃあとりあえず終わりましたんで終わりかな、これで。はい、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったですよ。でも、うん、はちゃめちゃだったけど、あおりさんが楽しかった、一緒にやってくれてよかったです。楽しかったです、こちらこそ。うん、はくりさんはじゃああとはもうトロコン目指して頑張ってやらないけどね。かえさんも応援してます。オンラインで殺したい時いつでも呼んでください。行けますから。はい、わかりました。じゃあ放送見てくれてありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。